はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ガシャポンゴーストアイコン05です。はい、ガシャポンゴーストアイコン05がまた出ておりましたね。今回は弁慶ゴーストアイコンと信長ゴーストアイコンみたいですね。はい、これね、こちらにデラックス用意しております。はい。はい、では早速開けていきましょう。はい、2つですよ、今回も。はい。キラキラメッキに狙いますよ。はい。はい。じゃあ1個目開けますね。はい。1個目。お、信長のノーマル。天心くん2個目お願いします。はい。はい。はい。ダブリー。はい、信長。はい、ということで今回は信長ゴーストアイコンが2つ出てしまいました。両方ともノーマルでしたね。はい。残念。はい。そしてこちらがデラックス版ですね。やっぱデラックスの方がキラキラしてますね。はい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 。こんな感じだね。うん。上のシールも当然デラックスの方がキラキラしております。はい、はい、はい、ということで分かりきってると思いますけれども聞いていきましょう。はい、ゴーストドライバー、はい、パパの第3の面にはめてください。はい、ということで今回はガシャポンゴーストアイコン05でした。またもダブってしまいましたね。04に続いて同じものがノーマルでダブってしまいました。はい、キラキラメッキバージョンがダブるんだったらまあないんだけどね。マジだよありえないみたいだからね、それはね、うん、はい、ということで今日の動画がもしですね良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録のうちらにマイチャンネルが出てくるなんて泣くの。ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということでちょっと見えないからということで今回は以上でございます。バイバイ。